それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。レシステンシア前に行きそうです。ベロックス、それに続いています。さらにはゴントレイル、9番クリソベリル、その後ろアドマイヤマーズ、そのうちに続いています。その後ろからはステルビオ、ワールドプレミア、すぐ後ろゴールドシップ、それに続きますしんがりからブラストワンピース。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。8番レシステンシア、レースを引っ張ります。すぐ後ろにコントレイル、これに続いてアドマイヤマーズ、並んで9番クリソベリル、ベロックス、それに続いています。すぐ後ろにステルビオ、その後ろにワールドプレミア。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。その外からゴールドシップ、最後方にブラストワンピース、前の方からもう一度見ていきましょう。8番レシステンシア、依然として先頭、赤の帽子コントレイル、その後ろ少し間が空いてアドマイヤマーズ、これに続くのがクリソベリル。各馬大欅を通過。この辺りで先頭が変わりました。コントレイル、レシステンシア、ほとんど差がありません。間を挟んでアドマイヤマーズ、3番手ワールドプレミア、 B1 鞍上のゴーサインに応えるか。コントレイル先頭、2馬身から3馬身のリード、アドマイヤマーズ2番手、手応えはどうか。コントレイル先頭、2馬身から3馬身引き離す。あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 2番手はゴールドシップ、コントレイル先頭だ。コントレイル、コントレイル1着、2着にはどうやらゴールドシップ。コントレイル見事このレースを制しました。